まあご存知 Fly Me to the Moon っていうね、私を女にしてっていう曲なんですけれども、前にねカホンのワークショップでスイング、ジャズカホンしました。それと話は同じで、例えばこういった楽曲で打楽器どういった演奏したらいいのってね。でシンバルとかあった日にはめちゃくちゃ楽なんだけど、そういうもんありませんと。ドラムレスですと、アコースティックです、でパンデロでね、まあ、バンドでやるでもいいし、セッションで、その場で、やるっていうこともあると思います。まあそういった場合にね、はい、スイング感どう表現するっていうね、はい、一個常套句がありますので、これを使いましょうというところです。はい、これ何かっていうとね、ズズジャ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 ジャズっていう、やつですね。はい、前同じ説明をしましたんですけども、じゃあこれをパンデロでどうするってね、ズズジャズズジャ、はい、私提案します。チチーパ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 、こうするとどうなるかというと、はい、いかがでしょうか。あれ意外と簡単じゃねえかっつってね、一番難しいのはスイングでね、音を伸ばすっていう表現なんですよ。ズズーっていうね、このビニョンって伸びてるところなんだけども、どうしてもカホンとかパンデロは音伸ばすの苦手っす。はい、まあできる人は例えばこうロール、ズズーチャッツーチャッツーとか、まあ、ありなんですけども、今回はこれなしで、もっと簡単にねやるにはっていうところで、チチーパチチーパやってみよう。チはなんだかっつうとヒールね、ヒール、はい、パはなんだかっつうとスラップね、はい、だからこの、ジャズにおいては最低限2種類いければいけるって。もうチチーチでもいいけどね、チチーチチチーチでもいいけど、ヒール2連打なんで、チョチョンチョチョンチョチョン、はい、これできる。チチョンチョンチョンチョチョンちょん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 、トン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 、軽くこうね、この親指の付け根でノックする感じで、トトントトントトン、やってみてください。トトントトントトン、チチ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 チ、次パーね、流れでやっちゃおうか、いきなりもうね、チチパ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 なんで、ヒールヒールスラップ、ヒールヒールスラップ、ヒヒースラ、ヒヒースラ、チチーパ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 、お分かりいただけただろうか。意外とこれはタンバリンでやってもいい感じになると思う。こういうフレーズね、めちゃくちゃ使えます、タンバリンで。チチーパ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 、パンデロでも同様で、チチーパ、ビギナーさんはこれできたらもうバッチリっていう感じで、もう一段階上も用意しました。余裕だわっていう人ね、はい、まあちょっとおかずみたいな感じね、歌うとチチーパッチチーパッチチーパッキチキチパッチチーパッチチーパッチチーパッキチキチパッチチーパッチチーパッチチーパッキチキチパッキチキチパッ、はい、要するに今ずっとヒールでやってるわけなんだけども、間に2を入れるとより細かく埋められるとね、チキチキが、はい、なんでこういうの例えばおかずに使うっていう感じです。やるとチチパチチパチチパキチキチパチチキチキチ、はい、これ中級者向けでございますので、できそうな人だけやってみてください。チチーパチチーパ
チチパキチキチパチチパチチパチキチキチパキチパキチパ。チパチチパチチパキチキチパチチパチチパチチパキチキチパチ。埋めたいときはこういうのをやるっていう感じ。はい。じゃあやってみよう曲で。チチパチチパだけでもいいし、キチキチパいける人はキチキチパいってください。はい。チチパ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 チチ。イエーイ。はい、フライミントゥザムーンでした。